エンペラーマグスカリグラ、1973年5月23日隊は、スウェーデンルドビーキャー出身のヘビーメタルミュージシャン。特に、1996年から2010年まで、活動した、ブラックメタルバンド、ダークフューネラルのボーカリスト、ベーシスト、作詞家として帳明。また、クリストフェル・ユンソンに代わって、デスラッシュバンドのデモの井戸にも加入していた。また、 初期ヒッポクリシーのボーカリストでもあった。この他に、サンクタファケーション、ゴッドアマングインセクツ、ドミニオンカリギュラ、ボッテリー、スポートローブでも活動していた。2011年7月からリージョンに代わってウィッチリーに加入した。マグスの部分がメガス、カリグラの部分がカリギュラと表記される場合もある。カリグラは、 アントン・ラベイのサタニズムの信奉者であるが、しかしその一方で、ナショナル・ソーシャリストブラックメタルやナチズムからは距離を取っている。しかし、その一方で、ナチズムの一側面について、間違っていないと述べたり、ナチスの強制収容所について、ひどいことだと述べつつも、恐ろしくひどいことではないとも述べたこともある。他の多くのブラックメタルミュージシャンのように、彼は、 一般的に政治的には無関心であるスタンスを取っている。しかし、ライブ時にイスラーム過激派のテロリストのリーダー、ウサーマ・ビン・ラーディンに対して軽蔑を示したことがある。また同じように、子供に対する性的虐待事件を理由にカトリック教会に対しても軽蔑を表している。カリグラはチリのサンティアゴで起こった殺人事件の犯人に幾分影響を受けたと述べられた。 犯人はダークフューネラルのファンで、これに加えて、H.E. リザーブスサムクレジット、有利ノットサポーズドツーセ t ザット、バト、アイドントケア、と述べている。彼は音楽が引き金を引いたことを示唆していたものの、ダークフューネラルの音楽が殺人の直接的な原因であることは否定した。カリグラは2003年のライブでこの犯人に会ったことを思い出した。カリグラは彼のリクエストで、 キューバのタバコで腕二十字の焼き入れを行った。カリグラは、スウェーデンのゾンビ映画の大ゾンビジジャーの死体愛好のユーモアパートに出演している。また、ダークフューネラルは2曲を提供しており、ゴッドットがオープニング、ザス、アイハブスポークンが戦闘シーンに使われている。ありがとうございます。